指導者たちが本当神の前にひれ伏しますように、権力によって支配するのではなく、平和と愛によって私たちは手の手をつなぐことを本当に知ることができますように、イエス様あ本当に心合わせて祈ります。私たちは届くことできないですが、本当神様はこの祈りを覚えてください。地上で二人の人が心を合わせて祈るなら、神はそれを叶えるとおっしゃいました。 神様あなたの支配が来ますように本当に奪い合うのではなくないものを取り合うのではなく本当に神の家族というこの文化が価値観がこの世界中に広がっていきますようにお願いしますどうぞ本当に、えー、怯えている人たちがたくさんいます離れ離れになっている人たちがたくさんいます神様どうぞ本当守ってくださいますように奇跡が起こりますようにあなたにお委ねします また今日の御言葉の中にも聖霊様本当に働いてくださいあなたが語りたいことが私の口を通して本当に語ってくださいイエス様だけが本当に崇められますように導いてくださいイエス様の名前で祈りますアーっ、えー、とではルカによる福音書シリーズですね今日はアラノで神の声が聞こえるというタイトルです 皆さんルカのシリーズ楽しんでもらってますか、ね、楽しいですね、私も準備していてとっても楽しいですけど、えーっとはい、今日は「ですね、えー、ルカによる福音書」の3章の1節から14節なんですけれども、まあ、長いので、えーっとまあ、抜粋しながら <coughs>、えー、読んでいきますね、えーっとまあ、2節からまず6節を読みますね。 神の言葉が荒野でザカリアの子ヨハネに下った。ヨハネはヨルダン川周辺のすべての地域に行って、罪の許しに導く悔い改めのバブテスマを述べ伝えた。これは預言者イザヤの言葉の書に書いてある通りである。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意せよ。主の通られる道をまっすぐにせよ。すべての谷は埋められ、すべての山,は山や丘は低くなる。 曲がったところはまっすぐになり険しい道は平らになるこうしてすべてのものが神の救いを見る、えっと、今日も英語の,あのここに通訳者いないんですけど、あのー、あれで、あのー、そうシームスで同時通訳があるので皆さん聞いてくださいね、はい、孤独にならないでください一緒です神の家族です。はい で、えっ、ー、と、まあ、あのー、今日ここは、あの、ヨハネのバブテスマのことが出てきますね。で、ルカは、あのー。まあ、ルカはすごくおも、面白いというか。ちょっと社会人の人を励ましたいんですよ。あの、ルカって社会人です。<laughs> お医者さんだし。ね、ルカが、この、書物を、こう、まあ。 もうことごとく一番熱く他の福音書よりももっと詳しくもっとイエス様のことをもっと他のクリスチャンがどういう風なことをしていたかということを書き記したいって残してくれたのがルカなんですよねこのルカはあの忙しかったと思いますか忙しく暇,暇人やったと思いますか <laughs> ルカは暇人じゃないです本当にいつもイエス様と一緒にいましたそれも仕事をしながら だから社会人の人に励ましたいんですよ、皆さんもそういう本当、ルカのような使命があるということをあの受け取ってほしいんですよ、皆さんはこう神様の、なんていうんですか、この奇跡をこう見る人、神様の奇跡を聞く人です、ね、社会人になるとどうしても忙しくなって、ね、時間がもう人,人生の半分をね、使いますよね。それでもなお 皆さんは神様の生きた証人であるということを本当つかみ続けてほしいと思うんです。うん、以上です <laughs> それでルカがなどうしてこの「ヨハネのバブテスマ」のことをまあ書き記したかなって思うときにやっぱりあのこの聖書の主人公イエス様ですよね。で皆さんあのミュージカルとかドラマとか好きでしょ 好きでしょって決めたらいかんね。好きな好き好きね好き。私はミュージカルが大好きです。それでその主役が引き立つのは脇役なんです。脇役がいるからなんですよ。わかりますかこれすごい深いんですけど。あの皆さん笑っていいよ。ねもうコロナやけども大丈夫だから <laughs> ね。それであのー、脇役がいることで主役って引き立つじゃないですか。まあルカはこのヨハネのバブテスマを通して。 イエス様を引き立たせたかったんだと思うんですよ。なぜならイエス様はここヨハネからバブテスマを受けるわけですからヨハネを無視はできないですよね。であのそのヨハネが、まあ、何をここで言いたかったかをあの今日学んでいきたいんですけれども今日タイトルが「アラノで神の声が聞こえる」というふうにしたんですけれどもえっと 皆さん三章の二節に神の言葉があらのでザカリアの子ヨハネに下ったってありますよねもう結構ここであのこの二節は大体いいみんなあこんなんあったっけって思ってるとえこの言葉あったっけって思ってると思うんだけど書いてるんですよ神の言葉がどこでこのヨハネにヨハネが神の言葉を聞いたかそれはなんかこう あの緑豊かでもうフルーツがいっぱいなってて宴会じゃんじゃんしてもうめっちゃ儲かってて <laughs> なんか健康でなんかすごい幸せな時ではなかったってことなんですよヨハネがこのバブテスマを受け,受けるようにっていう言葉を聞いた場所っていうのはアラノだったんですでちょっとね今日急きょラノをちょっと。 写真をちょっと探してみたんですけどちょっと見えますかね、見えます多分あの何にもないから見えないんだと思う、<laughs> 何にもない、これ、アラの、本、ま、当、あ、ことこ,こあの、えっと、こっちにヨルダン川が流れていて、まあ、ここでヨハネがバブテスマの話をするわけです。 だこんなとこで何が聞こここえるとと思いません <laughs> こんなとこで何が聞きたいですか皆さんいると思ってください実際ここにいるんですからヨハネやねルカたちはここでここでヨハネは神の言葉が下ってきたんですよ皆さん皆さん神の言葉が聞こえないっていう人いるよね わからないって言ってるんでね。うん。あの必ず聞こえています。聞こえています。聞こえていないように感じるかもしれないけど、あらのでヨハネが聞いてるんですから、私たちはどんな時でも聞くことで聞,聞いてるんですよ。ただあのもっとこうなんていうのかこうなんかこうなんていうのこう。 雷を打たれるように多分聞きたいんだよね <laughs> なんていうのこ,こ,これが神かみたいなのを多分期待してると思うよねなんかすっごい泣けたとかすごい触れたとかなんかめっちゃめっちゃ何痩せ痩せたっていうのはないなその瞬間なんかその瞬間奇跡が「あなんかジャジャジャ」みたいなのがあるとみんな「神だったよね」って分かりやすいっていうか「えいえいえ」。 神は静かに語られます。そして24時間私たちに語り続けています。私たちの聞き方だけが問題です。そして何よりも神は語ってくださってるんですねという心で聞くことが何よりも大切だと思うんですよね。で、ごめんなさい、ちょっと横に行っちゃったんだけどそこでこのヨハネに下ったとっいう言葉は他の聖書では 聖書ではというかこうちょっともうちょっと言い方を変えると、あのー、神様の言葉が直訳するともう本当にじゃんじゃじゃーんってなったっていうことわかる <laughs> この神様の言葉が事件になったみたいな神の言葉が出来事になった神の言葉が動き出したというのが直訳なんですってそう。で その解いた内容は何かというと奇跡があるとか儲かるとかなんか幸せな結婚ができるとかそういう言葉が降りてきたんじゃなくて食いいめなさいでした <laughs> ええでしょだからみんな「神の声は聞こえないって言うんですよえこれじゃない?」「食い改めじゃない」「奇跡が欲しい」みたいなね皆さん聞き方気をつけましょう。それであの そこでヨハネはこの荒野でバブテスマをあの説いていくんですけれどもその言葉は4節ですね荒野で叫ぶ者の声がする主の道を備えよ主の通られる道をまっすぐにせよという言葉を聞くんです。あの、まあ だから私たち、まあ、こういう荒野と呼ばれる状況、私たちの実際の生活の中でありますよね、本当に今お祈りしたけど、本当まさに戦争なんて荒野です、本当に平和のない、愛のない、奪い合いという、本当に人間の、この、ね、本当に罪深さがあらわになるものですよね。ででもそれはは戦争だけではなくて私たちの 本当にあの心の中でも荒野はやってくると思います。こうなんていうかなこうこう緑が茂らないような,な,んかこうなんか置いてかれてるような気持ちになったりなんかこう貧しい気持ちになったりこ孤独な気持ちになったりこう岩肌しかないわけですから荒野は。なんか冷たいこうか 冷たい気持ちになったりって荒野のようなこう人生ってあると思うんですよねでもその時に聖書は言うんですその時こそこの叫び声に対して私たちはこう叫ぶべきです荒野で声がする主の道を備えたい主の道を備えよう主の道を通られる道をまっすぐにしようこれ主の訪れを期待する言葉です荒野で 何もない。何も実らない。私は一りぼっちだ。っていう,こう嘆くのではなくて、そこに主の訪れを祈る。主を来てくださいって、主を実らしてください。その横にあるヨルダン側に私たちは放火することができるように。それをヨハネは伝えたいんじゃないかなと思うんですよね。ですから、 あの本当に私たちのこの荒野と思うところでね本当にこうあの本当険しいことがあるかもしれないけれどもそこで本当主を待ち望んでほしいんですよ主の言葉を荒野で主が声をかけてくださるんだという信仰を皆さん持ってほしいんです。うん、それがががヨハネがこの荒野で神様が聞いた この言葉だったんですねじゃあこのバブデスマのヨハネは何を次伝えたかったかっていうとさっき言った2つ目ねヨハネは罪が許されるための悔い改めに基づくバブデスマを説いたんです。ねあのこんなさっき見た荒野で本当 神様の声を確かに聞いいたと思いますよね。なぜならみんなが喜べな,喜べない声を聞いたわから「食い改めなさい」ってみんな嬉しい聞いて <laughs> 食い改めってええー、って思うものですよね何を食い改めなきゃいけないなと思うんですけれどもでもヨハネが聞いたこの「食い改めなさい」って食い改めをこう聞いたというのは何の食い改めかって言ったら「 罪が許されることをヨハネは伝えたかったんですよ。ね私たち、あのー、皆さんバブデスマ受けましたか受けましたよね。でバブデスマって何ですか儲かるためにバブデスマ受けたんでしょうか自分が変えられるためにバブデスマ受けたんでしょうか 自分がいい人になりたいからバブテスマを受けたんでしょうかもちろん天国に行ける切符ですよねバブテスマはでもここではっきり書いてるのがバブテスマって何か罪が許されるための悔い改めがバブテスマえー、そうだったんだって思ってる人いる <laughs> 悔い改めることがバブテスマいないよね <laughs> いないはず この洗礼っていうのはあのもう一度本当にこう立ち返りたいんですけれども洗礼って何かって言ったら神様が悲しんでることを悲しみ神が喜ぶことを喜ぶこれから外れていた生活をしていることを悔い改めてバブデスマを受けたんですこれはもう基本中の基本ですよ でも私たちはそれを洗礼を受けたら忘れませんかあれ、神様こういうことしてくれないあれ、私の祈りは答えられないあれ、思ったようにいかないえ、将来があるって言ってるのに将来がまだ来てないみたいな私たちは神様を悲しませてるっていうことが罪なんですよ。うん、結婚生活も一緒ですよね。 夫を悲しませることは一番の罪であり奥さんを悲しませることが一番の罪ですよねそれと一緒で創造主を悲しませるということが一番の罪なんですだから聖書に何が悲しいか神は何を喜んでいるかそれが書いているんですだから洗礼を受けてよし自己実現だとかあ私は弱いから いつまでもこの感情に頼らなきゃいけないんだとかいやいやいや、そこを許されたんですよもう葬られてるんですよあそこで受けたかなみんなある人はお風呂場だったけどもうイエス様によって葬られてるんですもうね終わりねなのにみんなもう一回ここのお風呂を覗きに来るんだよね。あ、私過去こんなんだったわって言ってうん。 あだからやっぱり今こんな生活しかできないんだわってそれはあくまに私たちはこうカウンセリングされちゃってますよね私たちはイエス様によって罪許されたんですよ過去も現在もこれからもえっとローマの8の1節2節を本当に覚えてほしいと思います ローマの8章の1節から2節一緒に読みましょうか。はい、こういうわけで今やキリストイエスにある罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の法則が罪と死の法立法からあなたを解放したからです。アーメン皆さんここ これがクリスチャンのアイデンティティです。はい。これは何度も何度も本当に読み続け、もう食べ続けてほしい。見言葉です。キリストにイエスにあるものは罪に定められることはないんですよ。みんな嬉しく嬉しくないですか？本当クリスチャン、この喜びちょっと忘れがちですよね。 本当にもっととと違ううこでで喜ぼうとしがちですいえいえこれが一番喜びの源でなければならないです私たちはイエス様信じているものは罪に定められないなぜならキリストにある命の御霊の法則はその罪と死の法則から解放されたんですだから戻る必要ないんです過去にでも実際どうなのか 実際も聖書は言ってますローマの7の15でも私には自分のしていることが分かりません自分のしたいことを願わずにむしろ自分が憎んでいることをやってるんですって書いてるでしょ、ね、これが現実ですよね何でしょうこのギャップこれを私たちは毎日葛藤しませんかえー、祝福恵み許し罪許されるでも私はローマの7章をやってる どうしても8章にできない7章から8章に行けない、ね、あるよね7章から8章が遠いもうよくわかる私も本当そうだからでもそれはなぜかっていうとこの7章はこのさっき8章読んだ「罪と死との立法の法則」なんですよ古い生き方をしていた時の法則なんです これが私たちの人生の残像として残っていてこれを私たちは信じてしまうんですそれが現実だから、ね、で,でもその時に私たちはそれをこのローマの8章に進まなきゃいけないんですずっと7章にいて私はできないできないネガティブだ貧しいうまくいかないから私たちこれ罪と死との法則ね でも今度は命の法則に8章に行って私たちはこの立法から解放されたんだここに私たちのアイデンティティを持つべきですだから悪魔はこの7章に私たちをとどめたいんですこれ悪魔が私たちをとどめたいんです8章に行かないように。 あななたじゃないんです悪魔がほら古い立法に生きてきたんだから古い立法にしか生きれないんだよというふうに言ってくるわけですなんか皆さん今日私は発章に行きますと <laughs> ローマの発章に生きるものですと本当にそこに立ってほしいと思います。雨 ね、イザヤの四十三の二十五節にも、こういう御言葉あります。ここも一緒に読みましょう。イザヤの四十三の二十五。三、はい、私は自分のために、あなた方の罪を拭い去り、それを二度と。思い出さない。ね、私たち、何度も思い出しますよね。あれしてくれない、これしてくれない、私はこうした。 あの人はこうした、ね、過去こうだった何百回思い出すか、ね、これ本当罪と死との法則ですでもキリストはそこから解放させてくれたんですよ、ね、このイザヤ書も覚えてほしいですこの血潮が私たちを本当に新しくするということをクリスチャンは血潮の力を帯びる人たちです イエス様の血潮が私たちを発祥に導くんです。イエス様の血潮が二度と罪を思わさないようにさせてくれるんです。ですからね、本当にこの罪と死との法則の中に私たちが引きずられようとした時に、あ、悪魔は私をそこに入れたいんだなってあの本当にこう霊的に目を覚ましてくださいね。 そしてイエス様によって私は8章に生きるものなんだというふうに宣言してほしいと思いますイエス様の恵みは本当にそういう葛藤しているところに流れてきます私たちの努力で8章に行くんじゃないんですキリストの恵み精霊の助けが私たちを作り変えるんです新しくしていくんですあの あのジョンセン・フランクリンという,もう私の大好きなメッセンジャーがいるんですけど彼があのこのように言っていました神が最も偉大な働きをされる場所を皆さんご存知ですか神が最も偉大な働きをされる場所はどこか知っていますかそれは最も暗い場所です孤独で冷たくて荒れ果てた場所に 神は恵みを注がれ神はそこで奇跡をなされるもう本当その言葉にすごく「あめん」と思ったんですけれども皆さんの葛藤にその荒野と思えるところにイエス様は恵みを注ぎ愛を注ぎ癒しを注いでくださいますこのキリストのこの愛の恵みに 本当に慕ってほしいです。自分を窮屈にまた攻め立てて小さいこう箱に入れるんじゃなくてキリストの広い恵みの中に自分をこう解き放っていってほしいんですよね。はい、そして三つ目は身身です。そしてこのヨハネが言っていることは。 えー、8節ですね「悔い改めにふさわしい実を結びなさい」実は悔い改めってねなんかごめんなさい「ごめんなさいごめんなさいごめんなさい」ってこうなんていうかな後悔することではないんですよまたなんかこう,うん過去を補うために 神様に何かこう悔い改めるんでもないんですよ。悔い改めるっていうのはどういうことかって言うと、ちょっと違う言い方すると、神の喜びの中に入るっていう感じです。うん。悔い改めって実は喜びなんですよ。なんか涙を流すことももちろんあるかもしれない。神様本当に悲しませてごめんなさいって。でも実は悔い改めて 喜びの中に入るんですよ、ね、日本は日本の教育ってとっても厳しいから「ごめんなさい」って言っても許されないでしょ。<laughs> ねうん、何回も聞いたって私も言うけど <laughs> 子育てでよく言ったけど「ごめんなさいごめんなさい」って言われて「もうそれ何回目?」とかで <laughs> よく聞いたけど神様はそういう方じゃないんですよね。神様は私と全然違うからほん 本当に哀れみででできているんですよどこ切っては哀れみでどこを切っても愛しか出てこないどこを切っても恵みしか出てこないんですよだから皆さんクリスチャンの悔い改めは喜びの中に入ることなんだというこの価値観を変えてほしいんですよね悔い改めなければ裁かれるとかじゃないんですよ うん、神様はあなたを自由にしたいから待っておられるだけです。でそのヨハネがその次言ってるのはこの「悔い改めにふさわしい実を結びなさい」って言ってるでしょこの「実は何なのかこれは具体的に書いてるんですよ実際聖書で「え悔い改めるってどういうこと?」って言ってるんですよどうすることですかってみんな焦ってるんです。 その時にすっごい面白いことを言いますよね、ヨハネは。11節下着を2枚持、食い改めとはこういうことです。下着を2枚持っている人は1つも持たない人に分けなさい。食べ物を持っているものもそうしなさい。決められたもの以上には何も取り立ててはいけません。誰からも力ずくで金を揺すったり、無実のものを責めたりしてはいけません。自分の給料で満足しなさい。 面白いよね。これ、なんかさ、悔い改めの身って。すごい。あの、代価?。もうすごい支払いがいるように感じませんか?。もう痛い、きつい。しんどいみたいな。でも。この。ここで、どう、何することを下着あなた二枚。下着。二枚持ってるよね、みんな。<laughs> あれ。もう笑うだよね <laughs>。 汗が出る <laughs> 下着2枚みんな持ってったら1枚持っていない人にあげてこれが食い改めの実なんだってすごいことですかすごいことじゃないよねこれはこれ日常なんです普段なんです大きいことじゃないんですよ食い改めって日常毎日の中で結ぶものが食い改めの実だと ということは毎日主が語ってくださってることありますよね。うん、それに私たちは「はい」ってうなずくことが悔い改らだめなんです。これは本当に自分のこう自己中心から実は解放させることをこの「十一節は語ってるんですね。自自分分ののの持っているもの自分のお 与えられているものばかりに固執しないというこのこの自分中心的なところから解放されることをこれは語ってるんだと思うんですけれどもただこの短い言葉にとっても強烈だなと思うんですよ。なぜなら私たちは下着を2枚持っていたいと思うからですなんで ?1 枚になったら不安だからですよね。うん お金を今よりももうちょっとないと心配なんですよ。今あるもので満足できないんですよ。結婚生活も今ではちょっと不満なんですよ。会社も今与えられてるけど、でもちょっと不満なんですよ。もちろんいろんなね改善しないといけないことはあるから、それはしていかなきゃいけないんですけれども、このヨハネがここで言いたいものは、私にはもっと必要だ。 もっとこういう幸せがあるべきだもっとこういう祝福があるべきだというふうに自分の持っているものよりも,持っているものよりも守りに入ってしまうことなんですよねでもその時ヨハネは「持っているならあげてください」これは私たちが普段何を本当に頼りにしているかが分かるときだからなんですよ。 じゃあ家帰ってタンス開けて2枚いっぱいあるから全部あげようって使ったのを渡しなさいって言ってるじゃない新しいのあげてくださいそういうこと言ってるんじゃなくて自分が普段何を頼りにしてるか何が自分の価値観なのかが明らかにされる時だからなんですよだから自分の頼りにしてるものを守りたいのであげなさいって言われた時に躊躇しちゃう。 ね、私たちはそのりころとしとしてるところが時るが分かに本当に、ね、私たちは本当にこのヨハネのバブテスマの「悔い改めの実」っていうのを今日聞いたなら本当に私たちが間違った確信間違った価値観さっき言った聖書が本当に何を大事にしているかっていうところを皆さん読んでいただいて本当自分が神以外のもの 神がくださっているもの以外に頼りにしているものが何なんだろうということをちょっと祈り始めてほしいなと思うんですよなぜならそこから私たちは解放されるから神様はただ解放されたいんですよあなたの下着を1枚奪いたいわけじゃないんですよ、うん、あなたを貧しくさせたいんじゃないんですよ神は囚われ人を解放させたいだけなんですよね だからね本当にこう普段の中でまあ教会であのなんかこ,うねこの間も誰かが言ってたけど引っ越しするからね誰かがなんかレンジくれたとか聞いたりしてすごいいいなと思ったんですけど私も先週、1人の突然の先生の訪問があってで教会に来られていろいろ話していたときに。 先生と話しながら私は聖霊様と話しながら先生,な先生じゃない神様なんで私この人と今日偶然会ったんでしょうかということをこう、まあ、イエス様と話しながら聞いててその時にいや本当にその先生に献金したいなと思ったんですよであの、まあ、私たち今ちょっといろんな事情があってなかなかあ,のあれなんですけどでも本当に神様あのうなずきました。 <laughs> いや財布見たら「いやいや」けどでも神様この出会いを神様が備えたんだからあの本当にあの先,生を支え先生を支えるサポートさせてくださいって言って、ね、ポ,ケットポケットにはないわ財布からね主人に渡して先生に渡して献金できたことは本当神様の声にうなずけたっていうことにもうめちゃくちゃ嬉しくってであの本当に感謝そのチャンスをこう身を 結ぶことができたなっててすごい嬉しくってでまた次の日にあ,のある先生があのマンションが与えられたって聞いてでああよかったなと思ってでその先生がガスストーブがないとか言われてであのいやそういえばうちにガスストーブあるなと思ってであの使ってくださいって言って長野県までガスストーブね一緒に届けに行ったりしてうんしたんですけれども。 本当日常の中で私たち身を結ぶチャンスってたくさんあるなってただそれをあのあそうなんないのええっていうのは本当私たち一回立ち止まってほしいなと思うんですよなぜならヤコブの「一章二十二節」にこういう御言葉があるんですよまた見言葉を実行する人になりなりさい私たちは御言葉を実行するんです。 んていうかな、えっと、次の2章の14節にも兄弟が自分に信仰があると自分には信仰があるよって言ってももし行いがないなら何の役に立ちますかって信仰がその人を救うことができるでしょうかそのような信仰がその人を救うことができるでしょうかもし兄弟姉妹誰かが着るものがなくまた毎日の食べ物にも。 こと書いているようだったらあなた方のうち誰かがその人たちに安心していきなさい温かくなり十分に食べなさいと言ってもし必要なものを与えなら何の役に立つでしょうそれと同じように信仰ももし行いがなかったらそれだけでは死んだものですってありますよね私たちはなんかこう事前授業をするのでもなくなんか人助けをするのでもなく御言葉を実行するんです。うん ここがなんか人間的なレベルから本当聖書の信仰に立つそのそこが成熟ですよね神が言ったなら神がそこを働かれるなら私たちも一緒に進んでいくうんその時にね本当にいろんな葛藤があるけれどもこのヨハネが「荒野」で神様の声を聞いたように私たちもその「荒野」と思える中で 神,の神様の、ね、声を受け取って進んでいきたいですよね、そしてあの最後にこの6節にこうしてすべてのものが神の救いを見る、これを忘れちゃいけない。 こうしてすべての人が神様の救いを見るんです。ねその本当に今の状況が荒野であろうとね皆さんの生活が荒野の,のような状況であろうとも神様はこうやってバブテスマをこを教え悔い改めを伝え キリストの許し二度と罪を思い起こすことがないと言われるイエス様の福音を説いていくときにこの六説が起こるんですこうして全てのものが神様の救いを見る、ね、私たちの教会はそれをやってきましたしやり続けていきます、ね、名古屋で愛知で日本で世界中で願っていることです 復讐じゃなく、ね、武器じゃなく、差別じゃなく、ね、隔たりじゃなく、批判じゃなく、愛していく。サタンはこの許しと愛が大嫌いです。使えるや捧げるという言葉が大嫌いです。だから私たちを貧しい心にしたいんです。 私たちは、発祥に行きます。ね、荒野で事件が起こるんです。この教会で神の言葉が下り、神の言葉が事件になると私は信じます。この神様の救われる人が起こって。そして。す、え、べ、ー、ての人が神様の。ね、救いを見ることができると信じます。 そして皆さんがその一人一人であると私は信じていますですから荒戸の中で神様の声を本当にうなずいて聞いてほしいと思いますアメンじゃあ祈りたいと思います目を閉じてください祈りましょう <laughs> 祈りましょう 神様がが今日皆ささんに語っってておられることとありますとどますどくださいもう一度聞き直してください。あなたはそれを私に何を伝えたいんですか神様あなたは私を何から解放させたいんですか気づかないことがたくさんあります。 教えてくださいと祈りましょう お祈りしたいいと思います今自分の置かれた場所がまた心が本当に荒野のような場所にいるということはいますか本当にしんどくってまたなんか実りのないようなシーズン、えー、なんか冷たかったり。 また孤独を感じていたり、えー、イエス様叫び求められないような状況にいる人いますか,なんか違うものでも満たしたいやと思う方いるんじゃないでしょうかでもイエス様は今日もあなたを愛しておられます忘れておられませんなぜなら 神様ご自身が最もあなたが荒野にいることをご存知だからですそしてイエス様ご自身が荒野を通り十字架にかかられたからです今イエス様のこの荒野を通られたイエス様を知る時です経験する時ですイエス様私の荒野に来てください 私の叫びを聞いてくださいつぶやいて疑って、えー、怒っていた私を許してくださいイエス様私のところに入ってきて本当にあなたの恵みと愛を命の法則を私の人生にもたらしてください罪と死からあなたは解放してくれました それを信じてこの荒野の中であなたの神の言葉が私の魂に宿りますようにとあなたの言葉が欲しいですあなたの思いが欲しいですあなたの心を教えて欲しいですそのように願う方いたら主の前に一緒に乗りましょう教えてください また自分は悔い改めに対してすごく怯えていて、えー、身を結ぶことにすごくプレッシャーを感じるそのように感じている方いると思うんですでも身を結ぶことはプレッシャーではなく私たちをキリストの本来の姿に変えるためのただの通過点です あなたを恵みと喜びの中に導くその世界に神様を連れていきたいだけです私たちはもうすでに許されています愛されていますそのままで価値がありますそしてあなたはイエス様のものです何か本当に 怯える神様の方向だけを見て本当に何か人に与えたり、えー、この身を結ぶことに対してプレッシャーだったと思う方いたら教えてください今日解放の祈りしましょう。えー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 、お祈りしますイエス様今日もあなたが <laughs> 一人一人に語ってくださったことありがとうございます。えー、私たち 本当に日常いろんなことがあります本当に社会に揉まれます社会の情報があふれていますしかしいつも本当に神様の命と御霊の法則に私たちを連れ戻してくださいますようにお願いします本当にキリストの愛がもっと必要ですえさま頭思考に考え方に発言にそのものの見方に せ霊様の助けが必要です。イエス様今、本当に窮屈になっている人がいたら、今、解放を与えてください。イエス様せ霊様、あなたは、自由に働いてくださる方です。一人一人がこの命と御霊の法則に導き入れられているので、そのアイデンティティに確信を持つことができるようにお願いします。イエス様のお名前で祈ります。ア もし今日初めてイエス様のことを聞いたまたあまだ洗礼を受けていないという人がいたらこの悔い改めのバブテスマ罪の許しのバブテスマそれを受けてみたいなと思う方いたら教えてくださいイエス様あ今日も 心の中で死を見上げている人たちをあなたはご存知ですあなたの見てに全てをお委ねしますあなたはいつも最善で最高のベストを私たちの人生に起こしてくださる方ですあなたをあがめますそして救われる人たちが神様この6節にあるようにイエス様あなたを信じる人たちが とに起こされていきますようにこの教会にあなたが人を送ってくださいますように私たちのそばに必要な人を送ってくださいますようにその人たちを愛し続けることができますようにその人たちの時間を過ごし続けることができますように愛がわかるように届けることができるようにお願いしますイエス様に期待します感謝してイエス様のお名前で祈りますアーメンアーメンありがとうございますじゃあ一緒に宣言文を読みましょう 日本語から読みましょう。さんはい。イエス様私を愛してくれてありがとう。私の心に入ってきてください。私の人生を導いてください。イエスは私の主です。英語でや読みましょうか。さんはい。Dear Jesus, thank you for me. Come into my heart and lead my life. Jesus is my Lord.Amen!